どうもこんにちは。今回はこちらタイトルある通り象印さんの加湿器の紹介をしたいと思います。まあ以前の動画で加湿器もう一個別のを紹介はしたんですけど、まあその時にもまあこちら象印の買いましたよっていう紹介をしてまして、で今使い始めて1ヶ月ぐらいかな経ちましたので、ちょっとレビューをしていこうかなと思います。このチャンネルではまあこういった加湿器とか生活に身近なものの紹介をしていますので、まあちょっとあとおしゃれなものっていうのも意識して、紹介してますので、ぜひねよかったらチャンネル登録の方お願いします。では早速こちら紹介なんですが、まあちょっとどうですか、まず見た目おしゃれのって今言ったけど、これがおしゃれかどうかっていうとなかなかちょっと難しい部分ですが、これ加湿器です。象印の加湿器でスチーム式の加湿器 EEDC、 これは50の方ですね。もう一個35かな、もうちょっとちっちゃいタイプもあったんですが、これは大きい方です。はい。でこのスチーム式加湿器っていうのが一つのポイントでして、最近よくあるのはハイブリッド型、このスチームと音波式とかなんかこう2つ合わせた加湿器が多くて、以前紹介させてもらったのもそのハイブリッドだったんですけど、まあ、今回のこれはもう純正のスチーム式となっています。まあ、まずちょっとまあ見た目、まあ、象印さんってなるとポットのイメージ私強かったり、まあ、あと炊飯器とかもかなですけど、まあ、完全ポットですよね。ポットじゃないですけど、もう例えば電源のところもうポットですよね。加湿器ですけど、はい、というような作りになっています。でちょっとこれ中ちょうど今もう水ちょうど使い終わって水入れてくださいねってなってたんで中見れるんですけど、この辺もどうなんだろう、これ上だけ映したら本当これポットか加湿器かなんて分かんないぐらいの作りだと思うんですが、まあ、こういった作りとなっていて、でまあお水入れて単純に出してスイッチボタン押すだけですぐスタートとなります。ちょっと後でねお水は実際に入れてみたいと思います。でちょうど水がない時なんで1ヶ月使ってどんなかっていうのを見てもらいたいと思ってまして、ちょっと蓋も取れるんですけど見えるかな、こんな感じなんですよね。はい、こういう感じになってまして、中なんとなく汚い汚れはついています。でこれちなみに一回洗浄はしてるんですよね。なんか一緒に付属でついてきたなんか洗浄する用の本当ポットを洗浄するのと同じような粉タイプのものをがありまして、まあ、それを実際入れて洗浄してます。洗浄のクエン酸洗浄ピカポットっていうものですね。一応この加湿器を洗浄する用のもので、まあ、1個付属でついてましたけど、まあ、1回やりました。で、まあ、ある程度汚れ落ちたんですけどやっぱりすぐこう溜まってきてまして、まあ、この汚れ自体何かっていうと、まあ、やっぱお水の中にカルシウムイオンとか、まあ、ミネラル分が入っているということで、まあ、それが吸着しちゃうものにはなっているので、まあ、定期的にねちょっと掃除は必要かなと思います。うん、実際使ってるとなんかちょっとやっぱ何ですかね、匂いはしますね。なんかその結構なんか嫌な匂いをしていました。でちょっとね実際お水を入れて動かしてみたいと思います。でお水はですね、まあ、こうやって持てるようにとってもついてるんで、洗面所の近く行って、まあ、これを使ってお水をこう入れます。ちょっと入れていきます。はい、では今水入れてきました。でこの辺はほんとポットと同じような感じですね。作りはここまでっていう線があるので一番今上下のところまで入れました。お水入れてもなんか見えると思いますけど、こんな感じでねどうしても汚れはつきますね。はい、でこれでねちょっとね電源入れていきたいと思います。まあ蓋ね、はい、これつけます。でコンセント挿して、はい、
これで今電源入れました。でまあモード的にはまあ自動モードだと、まあ、控えめ標準しっかりあと連続で動かすのに弱中強とありますが最近はもうしっかりで使っています。であとまあ下にはね、まあ、明るさ切り替えっていうのはこの光ってるところ、まあ、夜とか寝てるところを寝室で使うかな場合はまあ消しといて明るさを切っておくとかっていうのできます。切っておく明るさちょっとあれかな弱くする感じかな弱くができます。であとまあタイマーがついてたりとかまあお子さんが触れないチャイルドロックとかあとまあ一番下のはまあこの湯沸かしの音をセーブするっていうのでこれ使ってると結構本当はあのお湯がちゃんと沸くんで中での音が蒸気の音とかするんですけどそれもちょっと抑える機能とかっていうのも、ついています。ちょっとね一回しばらく待とうかなちょっと待つとその音が聞こえてきますのでちょっと待ちたいと思います。ちょっと待ってる間に少しこの加湿器の話をしていくと、まあ、なんでこれを買ったかっていう部分なんですがなんか結構評判がいいというのが一番のところでしてなんかいい加湿器があるよって話を彼女が聞いてきてで、まあ、部屋自体の乾燥がなかなかこの家ひどいので、まあ、加湿器をもともと持ってたんですけどこの間紹介したのもあったんですけど追加で購入をしました。で実際今使ってみて、加湿具合は加湿具合がいいのと単純にお部屋の温度気温がちょっと上がりましたねこれ使ったことで。なんでかっていうとこの後使ってくるとここから湯気が出てくるんですけどまあまあ暑いんですよ。まあまあ暑い湯気が出てくるんで単純にそれで部屋が温まるっていう部分は感じています。悪いところっていうのはそんなに今のところ、まあ、この中の汚れでもこれ多分どの加湿器も同じだと思うので、まあ、しょうがないかなと。なんでどちらかというとちゃんとあの洗浄用のその粉別売りですけどクエン酸の粉があるっていうのはいいですしこれ一番下のところのモードで3秒長押しっていうのがあるんですけど、まあ、これを押すとあのその洗浄モードちゃんとそのクエン酸入れた時の洗浄モードっていうのも洗うの前提でできているのでそのあたりは非常にいいかなと感じます。このレビューまでこのシール剥がすのもあったんでこのシールもちょっと今剥がしちゃいますけど、まあ、このシールにも書いてある通り、まあ、お手入れは比較的簡単かな。そのさっき見た通りお水入れるところ非常に広く空いてるんでなんか洗浄しやすいですしよくある加湿器ってやっぱお水入れるところに水垢がついたりとかなかなかその辺のお手入れがしにくかったりするんですけどこれはそういうところがないので汚れるは汚れるんですけど洗浄しやすいように洗いやすいようになってるのは非常にいいかなと感じています。あとはまあ音はねちょっとあれですねちょっと待ちましょうか。はい、もうちょっと電源入れてしばらく経ちましたけど聞こえますかね。はい、まあ、こんな感じで湯沸かしの音が聞こえる仕様になっています。まあ若干気になるかな。寝てる時寝室とかに使うってなったらだいぶ気になるかな。テレビとかつけててリビングとかで使う分にはなんかまあまあぐらいでそんなに気になることはないですね、私のところは。はい、まあ、なので、まあ、ちょっとこの辺の音の部分は、まあ、人によってはとかと使う場所予定してる場所によってはあんまり向かない可能性はあるかなっていうのは少し感じます。であとはまだ出てこないかな。もうしばらくするとここからね蒸気が出てきて、まあ、ちょっとね暑いんですよ。なので小さいお子様、まあ、お子さん自体かな、もう小学生とかも含めてのいる家庭はもしかしたらちょっと気をつけないとか、まあちょっとお子さんにそのあたりは言っておかないと、やけど、まあもしかしたらやけどする可能性はあるのかなぐらいで、あの、大人も別にここをなんか触れるぐらいのぬるさではなくて、ちゃんとあの、熱い感じのものは出てきますので、その辺は要注意かなとは感じます。
ただね、やっぱこっからそれだけ蒸気が出るってことで、やっぱ加湿の度合いは非常に強い。だからほんと純正スチーム式っていうのは、ああなるほどこういうのかなっていうのは、感じましたね、これ使ってみて。まあもう今3月になりましたけど、まあまだまだね、ちょっとこう乾燥する時期は続いてますので、まあ、しばらくはね使いたいかなと思っています。で、逆に以前ね紹介させていただいたそのハイブリッド式のものに関しては、やっぱどうしてもあの時も紹介したんですけど、家の中が白くなるんですよね。白いなんか粉みたいなのがすごいついてしまって、なので現状今紹介したものは一回使うのをやめています。で、まあその分ね、ちょっとこの子に頑張ってもらおうかなとは思いますし、だから、湿度はちゃんと上がりますね、これ使うと。なのでなかなかね、加湿がうまく部屋がされないとかっていう方はちょっと選択肢としてはありかなとは私は思います。まあポットだから本当もう昔ストーブの上に夜間を置いて湯気出してるのと同じような作りかなとは思いますし、加湿具合は非常によくできているなと思います。まあ見た目もまあすごいおしゃれじゃないのでちょっとなあれですけど、もう少し見た目なおしゃれになったら非常にいいかなと思うんですけど、で色はね、今私この白を買いましたけど、もう一個なんかグレーっぽい、もっとゾウさんの色なんですかね、ゾウ印だからっぽいグレーっぽいものと、あとサイズがこれともうちょっとちっちゃいものありますので、まあ、これも、ね、使う場所によって選んでいただいたらいいと思うけど、まあ大きいのでいいんじゃないのかな。そんなにすごいサイズ感は変わんないですし、何回も水入れるのめんどくさいと思いますんで、まあお値段の差もありますけど、まあ大きいサイズ買っておいて私は良かったなと思います。で、やっぱね他の加湿器と違ってこういったね、あの持ち運びの取っ手がついてるのもやっぱ非常にいいですね。やっぱあの洗面所の近くまでちょっとこれを持って行って水を補充できるっていうのは、やっぱこれ、まあ、IKEA で買ったものですけど、7回ぐらいは入れるんですよこれに。やっぱねこれ本体のところまでこれを持ってって補充をするよりは、これ持ってって洗面の近くでやる方が全然早いんで、そのあたりは非常にいいですね。まあお手入れもね、やっぱこういうのついてたりすると便利ですし、まあ蓋もね外せるんで、そのあたりもお手入れしやすくていいかなと思います。ぜひね加湿器ちょっとどういうの買おうかなとか、まあ、これからねいらない季節になるのかなかもしれないですけど、まあ来年に向けてもね含めてぜひねこれおすすめですので、検討していただければいいかなと思います。まあこんな感じで私のチャンネルではこういった身近なものを紹介をしてますので、もしねよかったらチャンネル登録の方をお願いします。あ、これ湯気ちょうど出てきましたね。暑いです。あのさ、こんな感じで切ってますけど、ずーっとこうしたらもう無理です、ね、はい、ぐらいは暑いのはちゃんと出ます。なので加湿具合がいいと。ただちょっとお子さんにはね、ちょっと危ないのかなとは思いますね。はい、まあ、ぜひ、ね、気になる方はチェックをしてみてください。で、何かね気になることとかありましたら、ぜひコメントの方もお待ちしています。で、またこの動画良かったらぜひ高評価の方もぜひぜひお願いします。ではまた、ご視聴ありがとうございました。